サマーズチャンネル。どうも。ね。今日はね。はい。コカドが。はい。コカケンが。コカケン、ね、あの焼けましたね。ちょっとね。焼けましたね。あ、焼けた。そう、もうだいぶ経ってんだよね。うん、だいぶ経って。でも前回お会いした時よりかは結構な黒さですよ。いろいろ言ってますよ。お仕事でですか。それはお仕事。そうなんですよ。あ、そう、いいなあ、やってますね、まだまだサマーズを。やってますね。サマーズをやってますね。そうね、夏のね、名残を残したいんですよ、やっぱり。行ける物件探したら意外とある。そうですか。そうですか。夏の名残をね、うん、やっぱやりたい。いいですね。うん、はい、さあ、で、今日はね、はい、何なのか、ナオリさん。せーの。ちょっとわさわさしてますけど、ね。ボン。え、ジムビームハイボールに合うケンタッキーフライドチキン食べ比べ、ウィズ、ジムタッキー忘年会。ジンビームね、有名な、はい、で、ジムタッキーコラボしてるんだっけ今。はい、ジムビームとケンタッキー今キャンペーンをやっておりまして。なるほどなるほど。 それをさ、どれが一番合うのかって俺らが決めちゃっていいわ。いいの全部合うだろそしたら今回ジムビームを、うん、ハイボールでご用意いただきましたので、うん、それとケンタッキーを食べ比べていただいて、どれが一番合うのかっていう。楽しいだけの会議。そうね。あ、缶でも飲んだことない。瓶はある、缶は飲んだことない。あ、これ有名なやつじゃん。うん、これね、家にある置き方なんだ。有名なやつじゃんっていじろうとしたらすごい置き方が違う。いいのね。今は大丈夫です、はい、今は大丈夫ね。有名じゃないですか、ね、バーボンウイスキーのね、うんうん、はい、キッチン置いて。で、これ作るのがめんどくさい人はこれ買ったらいい、ね、さっとね。半時計、半時計そんな細かくあります。あります、あります。だいたいこういうのはね。そうですか。あ、時計、半時計とか。あじゃあこれ作った方がいいじゃん。そうです、今回作っていただきたくて、うん、ジムビーム1で炭酸水を4で、うん、いただいて、14の配合でぜひ。おー、14ね。これいいの。これでもさ、これで開けちゃっていいの。今どこや。いいじゃん、この新しいのね。ラベルのちょい上ぐらい。そうね、これぐらい。うん、んでしょう。これかな、こんぐらいかな。あ、もうでもすげえ香りが。香りがね、入れた瞬間。あー、いいですね。一旦できましたけども、乾杯します。お疲れ。どうも、はい、はい、はい、お疲れ様です。あ、わいいね、ちょうどよかった。ちょうどいいわ。すっきりすっきり、うんうん、うまい、うん、さあこれでケンタッキー行くんですね。そうなんです、今回この気分高鳴るこの忘年会シーズンにジムタッキーにしないというキーフレーズ。いいでしょう。でも忘年、ケンタッキーのイメージクリスマスやけど。確かにね、うん、これ超えて忘年会なんですね。だからまあ12月入ったらまあまあケンタッキーいつでも食べていいよ。うん、12月はね。じゃあ一つ目のケンタッキーフライドチキン。はい、お願いします。ポテト。いやちょっとポテトから。まずはケンタッキーフライドチキンの名脇役、うん、ポテトとジンビームハイボールを合わせていただこうと。あ、うん、それも決まってんのね。はい、なるほどなるほど。意外な。意外だ ね。意外だったね、はい、チキンから行かないんだ。そう、チキン食べてのこれかと思ってたら、うん、まあでも お酒とつまみだから合うでしょ。うん、うん、うまい、うまい、すげえうまい、うん、すげえうまい。あ、うまい。こんなだったか。十分ですよね。うん、いや、そら合いますよ、うん、あれ、ちょっとさ、変わったんじゃない。昔こう、なんつうの、あ、もうちょっと、あの厚手の皮面がこう、そう、皮面があるみたいな あったよね、うん、最近変わった。変わったのかな。ポテト感どっちが良かったとか。アウドだね。美味しいとこじゃなくて、アウかどうか。アウドです、ね、次のと対戦するってことね。はい、今、暫定チャンピオンがポテト。ポテトね。行ってみよう、じゃあこれはベースとして。はい、はい、カーネルクリスピー。ああ、クリスピーね。サイドメニューの中から選ばさせていただきました。サイドメニューなんだこれ。
はい、カーネルクリスピーさんの方をご用意しましたので、うん、カーネルクリスピーさんって言ってる、ね、カーネルクリスピーさん商品ね、もうジムビームさんとカーネルクリスピーさんポテトさんと対決、上がりすぎなんだよポテトさんですねポテトさんと対決するのがカーネルクリスピーさんこれチキンじゃないの、でもカーネルクリスピーさんチキンはチキンじゃないの、チキン、ね、サイドなんだこれ、ほら、はい、あ、骨がついてないやつ、ついてないね、なるほど、たまに食べますよ、なるほど、俺初めて食うかもしんないこれ、おー、そうですか、うん、すげえうまい、うん、サクサク、あ、おいしいね、おいしい、うん、うん、合う、うん、合う合う、これ僕もう食感が好きです、僕はこのこのクリスピー好きなの、はい、ね、サクサクの、うんうん、1個食っちゃうな平気で、ちょっと取ってたらいいな、俺も取っとかな、やばいやばい、うーん、まあ、なるほど、美味しい、もう一回ポテト食ってるしね、これなんですよね、うん、うん、これなんですよ、そういう三角食いする話じゃないのよ対決なのよ一応今回はジムビームハイボールに合う、合うね、どれか合うんだね、はい、好みじゃないのよ、はい、うん、でもポテトここに置いておきたいから片すみたいな、なんか分かる、チキン食ってポテトっていう組み合わせをやりたい、やりたいんだよね、ポテトってここに参加しちゃいけないんじゃないの、確かに、ここに置いとけばいいのよ、うん、そういうもんですよね、ポテトってね、こいつはもう審査員側の人なのよ、そうだねで万が一ポテトが負けても置いといて俺も置いといてもらうもう審査員だからこいつ、そうそうそう、なんかポテト負けそうやなもしねポテトが挑戦者がクリスピーね、はい、はい、せーの、じゃんね、今の流れそうでしょうやっぱねちょっとこう胡椒というか、そうそう、そういう聞いたのがこれと合うのよ、油とね、ね、うん、やっぱそうですよ、チキンですよ、うん、合うのは、それはやっぱこういう勝負になったらそうなっちゃう、ね、ポテトと戦わしちゃダメ、そうなん、うん、ポテトは置いとくやつだからここに、そうクリスピーがだから1位です、そうだね、うん、はい、もう満場一致、はい、うん、さあじゃあ続いてね、はい、挑戦者、はい、こっからだよ、出たよオリジナルチキンね、これもこれどういうことですか、ドラム&サイっていうのは5個の部位から、はい、今回足のドラムの部位と腰のサイをご用意いたしました、うんうん、なるほど、ドラムからいこう、こっちはドラム、やっぱうめえわ、うん、元祖はこの味がね、うわーうまー、この味がどこにも出せないんだよね、うん、な、他にチキンあるけどもう独特な秘伝のね、ね、うん、うまい、うまい、さ知ってるよ美味しいの、うん、うん、あーうまっ、うまいな、うまいな、これ合うよな、ほかほかこう飲んでるんだもんサイ食うとこ多いのよ、多いサイはめちゃめちゃうまいっすね、なんかたまに差し入れでケンタッキーもらうのが、うん、一番嬉しくないですか、うまい、差し入れのね、いろいろもらう中でも、うん、昔よくいいともの年末のさ、うん、年末特大号、うん、はいはい、の時はケンタッキーだから知ってた、入ってんだ、おー、そうなんですか、楽屋のな、あそこの、あ、知らないです、それが楽しみでさ、いいともやってなかった、やってました、やってたよ、やってたけど、そのなかったですよ、もう最後の方です、本当に個人的な差し入れかな、あれ毎年、いや、いろんな楽屋にあったでしょ、あったか、お会話の時もなかったのかな、なんか寂しい話みたいに美味しいね、美味しい、何と比べてんだっけ、カーネルクリスピーか、うん、クリスピー、はい、いやそれはそれで良さあんだよね、うん、ただこれに合うかどうかだから、うん、よりこうねハードに来るか、はい、合うかですもんね、うんうん、はい、ジンビームハイボールに合うかだから、
決まったよ、はい、挑戦者だからねこっちのドラム&サイは、はい、暫定王者がクリスピー、はい、はい、せーの、まあね、まあね、このやっぱ厚みが違うじゃん、2個入ってんだもん、やっぱ強いなと思って、やっぱ油がそうね、ガッとくる方がこれすっきりしてるから、うん、合います、はい、これで口をすっきりさすっていうね、うん、はい、ジムビーム、はい、ほんでまた油行きたくなる、そう、もうずっとだよね、の感じが、はい、わかります、だからこれ勝てないんじゃないの、もういや本当これ不利とかじゃなくてほんまにこれ優秀やと思いますよ、本当にこの無理で、ここで出たら無理ですよ、無理だね、確かにポテトここで来たらダメだもんね、最初でよかったね、はい、そうね、ああもうね、うん、それしかないわ、あと3つもある、行ってみよう、あ、バーガータイプがあった、何何て書いてある、チキンフィレサンドからバーガーに変えたんだね、そうか、バーガーって呼び名に、ね、うん、なったんだよね、うん、それはまた全然違うじゃん、ねえ、うん、そう、このシンプルにね、このレタスと、うん、これがうまいことも知ってますよ、これでもめちゃめちゃ久しぶりです、俺も久しぶりなのよ、俺も、やっぱね、チキンの食べてますもん、やっぱこっち行っちゃうとこっちで行かないから、うん、そうですね、どっちかですもんね、うん、うまい、うん、うまい、うまこのソースもうまい、ソースはうまいじゃん、うん、おいしい、いやもう全部食えるな、これこれあの中にあるレタス全部食っちゃった、うん、うまうまあ、うんうんうん、うんうん、どう合う、合うっていろんな合うがあるもんな、そう単体ではレベル高いよ、高い、はい、ね、めちゃめちゃ高いです、決まった、じゃあやる、やろう、うん、挑戦者がバーガーね、うん、はい、せーの、リン、どう、これ一票投じるっていう、一票投じるって俺がこうだったとしたら勝ち抜けなんで、まあ、家計すんなよ、いや絶対入れてこないなと思ってあーもうこれ なぜか、うん、やっぱそのパン、これなんていうの、これ上のことなんていうの、パンっていうの、バンズ、バンズ、うん、いつからバンズって言い出したの、確かにね、いや、まあ、パンでもいいんだけど、普通にバンズって言い出したけど全員、うん、はい、全員バンズ、何バンズって言ったことなかったじゃん、うん、でもだいぶ前からですよ、本当バンズ歴はもう10 20年ぐらい、なんで、はい、パンだろうよバンズってパンのことか中身のことかと思わなかった最初、中身とは思わなかったですけど、うん、バンズかパンズかなんかようわからんなと思ってました、そうでしょ、はい、いや俺も言うときはあの上のパン、あのバンズ、そうそう、俺こう言っていいんだ、一回パン挟んで、うん、パン挟んでね、いや分かりますけどみたいなね、これ何の話してるんですかこれなんでがある分、はい、ちょっとこう水分を欲する、はい、うんうんうん、ね、うん、はい、そんな時にこれですよ、うん、ジムビームハイボール、そう思ったんですけど、うん、そのそれってただただドリンク飲みたいだけじゃないかと思ったんですよ、うん、そのこの口合う合わないじゃなくて、合う合わないじゃなくて、このねハイボールでもメッシュは、おい、いやでも美味しい、いやいいでしょ本当に、うん、はい、さあじゃあ続いては一体何なのかお願いします、ペッパーマヨツイスト、わ知らないな、見たことない、ないよ、ペッパーっていうのがちょっとねえ、なんか強敵っぽさを出してる、なんか巻いてあるね、マヨ、ペッパーマヨ、あ食べたことないやつが、いや俺も初めて、この見た目が初だもん、そんな、うん、先っちょクリクリなんでなって、うん、先っちょクリクリって言わないで可愛いじゃんうわー白いね、うわー、何これ、どっちから食ってもいいんだ、初めて見た、でいただきますよ、うわうまい、あ中にあのチキンが入ってるんだ、うん、でっかいチキン入ってる、あー、うん、ちょいピリ辛で、ペッパーが効いてるね、うん、うまい、えこれうまいね、これ、いやこれ絶対合う、もう分かる、飲まなくても分かる、うん、絶対合う、
合うね、はい、このちょい辛がいいね、うん、トルティーヤほど癖のある生地じゃないよね、うんうん、ちょいピリ辛やから合う、合うね、うん、うまいっすねこれペッパーマヨツイスト、うまい。そんなに俺大食いじゃないけど、これ1個食い終わった後こっちまだ食えるね。これを半分ぐらいに切ってあれだな。ああいいね。ね、うん、奥さんと分けるとか。うわむず。はい。はい決まりましたか。はい、はい、挑戦者がツイスターだから。はい。いくよ。うん、せーの。ジュン。ああああえ。あ大谷さんどんどん挑戦者が勝ってってる。すごい。もう戻れないんだよ。ただね、合うのはもしかしたらこの、いや、うん、あるでしょ。いや、あったよ、はい、味もこう濃いし、かなり強敵ではあったよね、うん、なんかね、こう口の中をリセットしてくれる感じはすごいあったんですよ。あったでしょ、うん、ここは結構リセットを押してくるけど、何をリセットリセットこの味を一回一回リセットしたい、リセットしたいっていうか、うん、このピリ辛とか油分をこのすっきりパッとしてくれるのをいいんですよ、うん、それだから楽さね、はい、でまた初心に戻って こっちをいけるっていう、うん、分かるよ。飲みやすいんだよね。飲みやすいです。これ本当にあのね、そこまで癖がないと思います。ない、はい、ないと思う。めっちゃ飲みやすい。そう、はい、さあじゃあ最後だ、うん、行ってみよう。はい、ガツンとニンニククリスピー。はあ、うわやばいな。こちらは11月29日からの期間限定商品を特別に用意していただいて、うん、まだ売ってないんだこれ、やるときには、クリスマスギリで終わるんだ。本当ですね、クリスマスまでいかない、うん、クリスマスには食べられないんだね。乾杯バーレルというセットの中に入ってるクリスピーとのことで、うんうん、単品では売ってないんだ。いや単品でも買えるそうです。あ、じゃあ、はい、ジャッシュジャッシュ出たよ、ジャッシュ。これは忘年会シーズンならではってことだね。はい、うん、そうです。あ、でもニンニクだね。あれこれやばいかも。これは来るな。あ、そうですか。これは強いかも。美味しい匂いしてる。うわうまいよこれ。うわうまい。そら、なぜ今まで出さなかったんだ。ちょっとあれなのかな、ニンニクが強いからなのかな。うまいな。うわうまいな。ニンニクすごいな、うん、めちゃめちゃ合う。めちゃくちゃ合うな、はい、まあ、むしろジムタッキーのために開発されたんじゃないかぐらいの。そうね、あなたを見てるようで俺は後ろの人がちょっとうなずいてる感じ、うなずいてる感じを見る。いや確かにそうですよ ね、うん、いや本当そうだよこれ。逆算でね、逆算でこれに合うのを作ってみようみたいな味してますね、うんうん、下手すりゃズルだよねこれ。だ勝たそうと、オリジナルに勝てんのはもうこれしかないぐらいな、そうね、感じで出してきてますよ ね、 もう一回これね、オリジナルをね、真ん中らへんにオリジナル持ってきてね。オリジナルも強いのよ最後と、ね、強いなオリジナル。だってオリジナルは俺はちっちゃい頃から食ってる味だから、うん、ジムタッキー期間ってのはいつまで。キャンペーンがですね、うん、12月18日までジムビームを買うとケンタッキーが当たる、うん、でケンタッキーを買うとジムビームが当たるというダブルレシートキャンペーンというものを、ね、はい、実施してまして、どちらかを買えばジムタッキーが楽しめるチャンスが。それいつまでの。それが12月18日までのキャンペーンと。そうか、やっぱこれはニンニクのやつは、うん、それの期間もうちょっと長いもんね、3日ぐらい。ちょっと長いですね。じゃあちょっとこれ決着の時が来たんじゃない。暫定王者がオリジナルね、うん、挑戦者がこのニンニクの。はい、いいでしょう、行きましょう、はい、せーの。じゃあ、え、お、逆転した、逆転した、急に逆転した。これが暫定戻ったら何それ。いや、じゃあ、オリジナルを裏切れないと思ったんだけど、はい、今回アウトだったから。そうなんです。いやいや、そうよ、戻ってみたね一回そのオリジナルに、うんうん、で挑戦者ずっと勝ってきたんだけど、うん、オリジナル戻ったら、うん、あれやっぱオリジナル強い、尊重し合ってるのが。あ、オリジナル
っぱこのニンニクが強めに来るじゃん。かなり強いね。でこっちを多めにいっちゃうから、はい、おっていう感じです。なるほど。いや俺逆に、うん、オリジナルはまあお店のコーラとかでね、うん、もう合うと。なるほど。ただこっちのニンニクはやっぱジムビームあたりでいかないと追っつかないんじゃないかっていうね。強くてね。そう、いいこと言った今それは、うん、いいこと言ったよ、うん、大人味ね。大人味、うん、うん、確かに。あとちょっとずつ食えるっていうこの、まあ、ちょっとずつ食うのは勝手だけど。コカドはそう。いや本当に合うのはどっちかって、うん、そうなんだよな。思った時に、うん、合いすぎたんですこのニンニクのクリスピーの方が、うんうん、そうすると俺がそれ感じ取れてないみたいな。それ人それぞれの。いやオリジナル相当もうセッタね9対8みたいな。いや本当そうですね、ギリギリです。12対11みたいな、まあ、9対8で俺1回言ったから。だからもうなんか残るべくして残った決勝戦みたいな感じで、ね、はい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 。でバーガーが意外とあったっていうのは僕がありました。そういう意味じゃツイスターも結構あったね。うん、あツイスター、ね、ペッパーマヨツイスターは新発見。ちょっと発見したね、うん、ああそうね。ってことは一番合うのはその期間限定の、うん、クリスピーのニンニクですね。ガツン今日はね。今日はですよ。今日は確かにね、うん、基本だって全部合うんですもん。全部合う、うん、はい。だから次回ポテトはもうやっぱ審査員サイドというか、そうだね、横にいてもらうっていう。そうですね、途中途中でね、うん、ポテトとあのコールスローね。あーコールスローもいいですよね。うまいですね。今回は瓶で作ったジムビームハイボールで楽しんでいただきましたけど、お手軽に缶でハイボールもすぐ楽しめますので、ね、皆さんもぜひ。アルコールが 5% だもんね。そんなだから強くない。そうなの。これはいいですよね、うん。そうよ、コカドニュースをちょっと聞きたいよ、今年の、うん、今年ですか。今年はね、ミシンとサーフィンを結構やったんですよ、うん、今まで以上に、うん、そしたらね、ミシンとサーフィンの仕事がすごく増えて、うん、でサマーズさんがハワイ行ったじゃないですか、うん、で僕もなんで行かれへんねんみたいな悔しがったけど、うん、サーフィンをハワイでする仕事が来月、来週マジでハワイ行くの。はい、ね、はい、ハワイでサーフィンやんの、はい、何それ嘘、はい、やってみるもんだな。いやほんまにだからもうやってみるもんやし。お前ここくちゃくちゃだな。ほんとくちゃくちゃにどうした。なんあれなんでほんまや。最初に思ったらくちゃくちゃだなと思って。あ、僕これね家から着てきたんですよ今日これを。あ、そうなのか。はい、その上にほんでジャケット着てたからそのぐちゃぐちゃってなったんですよ。その下で自前なんだな。そういう意味じゃ僕もういつも自前なんですよこれ。もう支給されてないんだ、はい、毎回、はい、一応支給もされていつも置いてくれてるけど、僕はもう家から来てるんです。この前の仕事も僕これでやってますからね。はい、なるほどね。はい、だからそれビッグニュースだわ。そう、もうハワイ行きたい行きたい念じたら、うん、なんか叶いました。それはすごい。いや、いいな、はい、まあ、それ大ニュースだ。大ニュース、大ニュースでした。大ニュースよかったよ、はい、今年の振り返り、ね、その感想を聞きたいです、はい、ということでね、はい、よかったですね。ありがとうございます、はい、じゃあここからまた、はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。来たらいい、広々。これはいいよ、いいね、いわゆる。サマーズチャンネル。